こんばんは、かなたです。第1回かなタイムラジオ始めたいと思います。本日の撮影時間5月23日2時57分。はい、深夜です。今ちょうどお風呂上がりです。髪の毛がすっぴんで申し訳ないです。皆さん本当にたくさんのコメント質問ありがとうございます。いやマジでね、びっくりした。コメントが約ね1400件ぐらい来てて、めちゃめちゃびっくりした。え、こんな来てると思ってさ。でも僕の想像以上に来てて本当にありがとうございます。でも全部の質問にはねちょっと答えられないので、それはごめんなさい。引き続き第2回第3回とやっていきますので、ぜひコメント質問お待ちしております。では早速始めたいと思います。質問、かなたくんのことをカナシャスとかキャナとか呼んでいますが、このままでいいのか、それとも新しい愛称で呼んでほしいのかどうか知りたいです。もう何でも好きに呼んでください。カナシャスでもキャナでもかなたくんでもかなたでも本当に何でもいいです。別に呼んじゃダメな愛称とかないんで、本当に呼びやすい呼び方で呼んでください。これからも応援しています。質問、かなたさんは気持ちが沈みそうな時、落ち込んでしまった時どうしていますか？自分はなかなか切り替えることができず引きずってしまいます。あー、なるほどね。どうするだろうな。落ち込んでしまう原因を探すと、僕やったら、なんで落ち込んでるんやろうっていうのを考えるかな。まあでもさ、その原因が分かった時に、その原因がさどうしようもない場合ってあるやん。それやったらもうなんか、ああもうしょうがないから、もう自分は自分やからもう考えんとこうって思うが、解決できそうなことは解決するかな。もう切り替えるのは僕はもうお風呂に入って寝ることですね。もうそれが一番僕は切り替えられるかなと思う。もういろいろ考えちゃったらもうループしてさ、もうなんか嫌になってくるから、もうとりあえずお風呂に入って寝る。そして次の朝起きた時に案外スッキリしてるっていうパターンが僕は多い。かなたくん、こんにちは。かなたくんの好きなタイプを教えてほしいです。この質問かなり多かったっすね。僕の恋愛対象はね、女の子やねんけど、好きなタイプはね、結構昔から変わってなくて、自分の時間を持っている人が好きです。僕、恋愛だけにがっつり依存するのが結構無理っていうか苦手で、僕、結構自分一人の時間がないとダメな人間やったりするから、例えば付き合った時にね、僕が暇な時間、今何してるのって言われた時に、何もしてないよって言った時に、じゃあ今から会おうよ、みたいな。暇なんでしょ？今から会おうよ、みたいな感じがちょっと苦手。会いたくないとかじゃないんやけど、何もしてない時間イコールその彼女との時間になるのがすごく嫌で、恋人と一緒にいたいっていう人もいるのを分かる。その気持ち別に否定するわけじゃないんやけど、僕は自分の時間も必要やから、ちゃんと自分の時間を持ってる人が好きですね。これをさ言ってしまうと相手に我慢させてしまう場合があるから、会いたいのに、いや会いたいって言いづらいなみたいな、そんな関係は嫌やから、まあそのそこの価値観が同じぐらいの人がいいなとは思います。全く彼女に時間を使いたくないっていうわけじゃないからね。それはちょっと違うからね。あとは何だろうな、普通に素直な人がいいですね。誰に対しても態度が変わらない人。例えばさ、自分のさ両親とかにはこうすごいニコニコしていい顔するけど、店員さんとかには態度めちゃめちゃきついよみたいな人いるじゃないですか。え、なんでそんな店員さんにそんなきついみたいな人いてるやん。そういうのは結構ちょっと嫌だなって思う部分かな。そんな感じかな。恋愛なんて疎遠状態やから、もう忘れたわマジで。性別変えてから彼女できたことないから、え、もう5年、え、もう5年おらんの。びっくりやわ自分で。かなたくんの声が大好きなので、ラジオ的な動画嬉しいです。質問です。かなたくんがかっこいいな、憧れるなって思う男性ってどんな人ですか？有名人とかでもいいので聞きたいです。これからも動画楽しみにしています。ありがとうございます。なんか声が好きっていうコメントをねたくさんいただいて、すごいすごい嬉しい。普通にめちゃめちゃ嬉しい。僕がこう人に対して魅力的だなって思う部分の一つに声があるから、それを自分が言われるのはめちゃめちゃ嬉しい。ありがとうございます。憧れる男性か。有名人で言うと、赤西仁さん。今、YouTube もやられてるんですけど、大人の男の色気が半端ないじゃないですか。いや、もうめっちゃかっこいいと思って見てます。質問です。片思い中なのですが、その人は私に対して私がゲームのコツとかを聞くと教えてくれます。どう思います？笑。これ、どうなんやろ。
その片思い中の子が自分に対して好意があるかってことでしょ。ゲームのコツを教えてくれるってことは多分興味がないことはないと思うけど、それが恋愛感情なのかどうかは僕もわからないでもほっとけない存在ではあるんじゃない、その物事を教えてくれるってことは。ちょっとごめん分かれへんな。ちょっとあのゲームのコツ以外もなんかいろいろ聞いてみて。そこからの情報がないと僕も判断ができひん。まあ僕に聞いてもちょっと僕が判断できることじゃないかもしれないけどラジオ動画すごくいい、楽しみにしてます。質問あつ森はやってますか。しょうもない質問でごめんなさい。いやいや、しょうもない質問じゃないですよ。全然あつ森はねやってません。僕ねゲーム全般すっげー苦手で、 RPG とかのゲームもあの第一段階でつまずいてしまうからすっげー嫌になっちゃって、戦闘系のゲームもすぐ負けちゃうから嫌で、もう悔しくて嫌になってやらないですゲームは基本的にやりません。やったのはねポケモンとかは好きでやってたよ。あとラブライブの音ゲーぐらいラジオ嬉しい、質問募集ということで早速。かなたくんの動画は他とは似つかないポップでおしゃれな編集ですが、何か参考にしてるんですか。またこんな編集をしてみようかなと思いつくのはどんな時。回答お願いします。選ばれるといいな。名前は高明ですが女ですちょっとおもろい編集がいいって褒めていただいて本当にありがとうございます。すごい嬉しい、編集を褒められるのは本当に。何か参考にしてるってものは特になんかめっちゃこの動画真似してますみたいなのはなくて、好きなフォントとかデザインとかを保存してそれを見て、あこんなんいいなとか、これなんか動画にして動かしたら面白そうやなみたいな感じで作ってます。思いつくのでだいたい作りながらか風呂場かどっちかです。家事をしながら YouTube を見てるんでラジオありがたいです。楽しみにしています。早速質問ですが、家事の中で一番好きな家事と一番嫌い苦手な家事は何ですか。私は洗濯が一番好きで食器洗いが一番嫌いです。ほら、読んでもらえると嬉しいな。これからも応援しています。大好きです。一番好きな家事、もうでも家事っていう家事やってないからな。洗濯かな、なんかすっきりするから。苦手なのは水回りの掃除は嫌い、でもあの気になるからやるって感じ。ラジオ楽しみです。私はなりたい職があるのですが、自分にとっては向いていない職だと思っています。仕事を辞めてその職に行くか悩んでいます。かなたくんが同じ立場ならどうしますか、教えていただけると嬉しいです。やればいいやん。だってなりたい職やろ、挑戦するべきやと思うよ僕は。だってなりたい職でも向いてないと思う職ってことはまだその職にはなってないってことやろ。そんなもんやってみてからでも遅くないと思うよ僕は。やってみてほんまになんかちげえな、うわーもうダメだなと思えばやめればいいと思う。それでも全然遅くなくない。だってさ、やらんくて違う職に行ったらさ、やっぱやっとけばよかったって思っちゃう気がするから、やってみたらいいと思う。いや、なりたいっていう気持ちのまま進めばいいと思うよ僕は。応援します。あのクレイジーな目と唇のカップはどこで購入されたのか教えてください。これねこの質問もねめちゃめちゃ多かった。僕が買ったのはねビームスのオンラインショップで買いました。これあの先輩がねインスタに上げてて、めっちゃいいやんと思って買いました。可愛くない？だって唇と目っていうのがね、あの僕の個人的な話をすると、そのラブライブのねあのユニットでねギルティキスっていうユニットがあるんやけど、そのユニットがね目とね唇をねモチーフにしたロゴとかが多くて、それっぽいなと思って買ったっていうのも。このマグカップが横尾忠則さんっていう方の作品です。ビームスの、ね、オンラインショップが結構売り切れちゃってる時も多いみたいだから、横尾忠則さんの、ショップから行けば直接買えるのでリンク概要欄に貼っときます。キノコの山とタケノコの山どっち派ですか。キノコの山です。いつも動画楽しく拝見しております。私もカナシャツと同じくラブライバーで、ラブライブの話題の時は特に耳がダンボになっています。ほら、そこで質問です。ミューズ、アクア、虹ヶ崎、それぞれの推しを教えてください。ちなみに私は声優さんも含め、ほのかちゃん激推しです。それではお体に気をつけて、無理のない程度に投稿してくださいね。もう一つ、ラブライブ関係の質問、続けていきたいと思います。ラジオ動画勉強中に最適だと思う。嬉しい質問です。ラブライブで一番好きな曲と推しを教えてください。私もラブライブ好きなので気になりました。ちなみに私は小鳥ちゃん推しです。最近ラブライバーの方からのコメントとかがね、増えてきて、めちゃめちゃ嬉しい。はあ、どうしだって思いながらコメントを読んでます。本当にありがとうございます。推しと好きな曲ですね。ミューズはマキちゃん。アクアはリコちゃん。虹ヶ崎は
せつなちゃん。僕基本的に二次元のキャラクターは釣り目が好きなんで釣り目を選びがちですねで、声優さんの推しは、リキャコ、アイラリカコさんです。好きな曲はアクアのウォーターブルーニューワールドという曲です。本当にめちゃめちゃ好きな曲です。アクアにとってもすごい大事な曲なんですよ。なんで大事かっていうのはアニメのネタバレになっちゃうからちょっと言えないんですけど、僕にとっても本当にめちゃめちゃ大事な曲ですね。僕が大事な決断をするときにすごく支えてくれた曲です。直接ね聞いたときは本当に涙が止まんなくて、今もちょっと思い出したら本当に泣きそうなぐらいあの曲は僕はすごい好きなんですよね。もう歌詞がもう自分に刺さりすぎて、一度ね聞いたことない方は聞いてみてください。本当にめちゃめちゃ僕にとって大事な曲で、これからもずっと大事な曲だし、この曲には一生支えられていく曲だなと思ってます。ラブライブの推しを言ったんですけど、まあラブライブ自体がもう僕は大好きなので、キャラクター含めキャストさん含めもう本当にみんなで作ってる物語なんですよ、ラブライブは。なんか本当にラブライブが大好きです。ぜひね、興味ある方は見てみてください。できる時でいいので、日常などで使える手話を知りたいです。手話に興味があり、ぜひ教えていただきたく思っております。手話ね、日常で。でも僕の手話ね、習った手話とかじゃないから、間違えてたらごめんなさい。おはよう。おはよう。ね、おはようございますが、おはようございます。ね、こんにちはがこんにちはで、こんばんはがこんばんは、ありがとうありがとうで、ごめんねはごめんね、こんなもんかなかなたくんに質問です。もしも YouTuber じゃなかったら今どんなお仕事に就いてると思いますか。ひゃー、なんやろ。YouTuber じゃなかったら多分僕は動画関係の仕事に就いてたと思います。映像を作るっていう職業についてたと思います。今と大差ないけど、一つ違うのは自分が出るってことだよね。もうね、大学時代は自分が出る動画を編集するなんて一切思ってなかった。自分の動画を編集する日が来るなんてって感じでも今すごい YouTube やっててすごく楽しいです。毎回の動画がほっこりする、よく見てる YouTuber さん、編集がすごいなって思う YouTuber さんはいますか。よく見てる YouTuber さんはアサギーニョさんとかエミリンさんとか、水溜りボンドさんとかですかね。すごい好きで見てます。編集がすごいなって思う YouTuber さんはエッチャンネルのオルハさんとか北の内志さんとかですかね。うわ、すげえこの編集どうやってやってんだろうっていつも見てます。質問拾ってもらえるかな。私は動物が大好きでいろいろ飼っていますが、かなたくんは動物を飼ったことありますか。あったら今まで飼った子の話を聞いてみたいです。この質問くれた方ね、下のコメント見るとすごい動物飼ってらっしゃったんよ。なんかいっぱいすごい楽しそうって思っちゃった僕飼ったことあるのはね、猫を飼ったことがあります。名前がねコロちゃんって言って犬みたいってずっと言われてたんですけど高いところが苦手な猫で、抱っこしたりするとすごい怖がる猫でした本当にめちゃめちゃ可愛くて、僕が帰ってきたらこう足音が家の中まで聞こえるんですね。そうしたらタタタタタタって走ってきて玄関の前でいつも待っててくれたコウちゃん、すごい可愛かったです。僕今動物を飼ってしまうと本当に家から出なくなっちゃうし、本当に恋人ができないんじゃないかなと思っているので、今は飼う予定はないですが、将来的にはね、こう動物と一緒に暮らす生活はすごい憧れてます。こんにちは、いつも娘と2人で動画を楽しみにしています。娘は小学6年生になりますが、いつもかなたくんの動画に癒されるねと話しています。そんな娘から質問ですが、動画のエンディングはどうやって決めているのか聞きたいそうです。お時間ありましたらよろしくお願いします。これからも頑張ってください。ありがとうございます。嬉しい。親子で見てくださってるんですね。うわ、すごい嬉しい。小学校6年生が僕の動画見てくれてってすごい嬉しいね。いつも見てくれてありがとう。カメラがね、こういう風にね、こういう風にね、届く位置にあるときは、だいたいこう手をかぶせてカメラを止めて、またねで終わらすんですけど、まあカメラが単純に届かないときとか、なんか終わり方が、まあ、最後、なんか音楽つけた方が楽しそうだな、みたいな感じで、その編集の都度都度思って変えてるっていう感じです。質問、ズバリ、恋と愛の違いとは？答えていただけたら嬉しいです。恋と愛の違い。
いやでも僕が思うの、恋は見返りじゃない？で愛は無償じゃない？だと僕は思う。恋はだってさ、自分がさ好きになって、相手にも自分のことを好きになってほしいわけでしょ。もうその時点で見返りやん。でも愛はその人のことを思って自分がどういうことをするのかとかじゃないかな。それをしたことによって相手から何かを求めてるわけじゃないと思う。だから恋は見返りで愛は無償だと思う。そう思う。かなたくんらしい企画ですね。楽しみです。質問。私はイタリアに住んでいるのですが、行ってみたい、住んでみたい国や地域はありますか？いやー、イタリアからありがとうございます。行ってみたい国は僕トルコに行ってみたくて、トルコってなんか西洋文化とアジア文化かな、だったかな、ちょっと曖昧やけど、その川をまたいで同じ国やねんけど文化が違うっていう国らしくて、それすごい面白そうと思って行ってみたいなと思ってます。住んでみたい国はね、ずっと好きで行ってるけど、タイはやっぱりね住んでみたい。物価安いし飯うまいし楽しいし、一度は住んでみたいなと思います。楽しみにしています。あるある質問、ズバリ告白は LINE 派直接派？いやでも LINE で告白とか絶対無理だって。帰ってけへんかったらどないすんの？それで既読スルーとかされたらどないすんの？もう絶対耐えられへん。もうそろそろしちゃうやん。もう絶対直接やね。もうめちゃめちゃ下手れやし、言うまで超時間かかるかもしれんけど、絶対直接言う。あと普通にそういう大事なことは直接言いたい派やから、好きです、付き合ってくださいってもう直接言わな多分気すまへんと思うから、せめて電話やと思う。 LINE の文章は僕はどうしても送れないですね。その人がね、例えばブラジルに住んでてもブラジルまで行くよ、行って告白すると思う。質問。次に買う調理器具は？包丁買ったの、ナイスです、ありがとうございます。いや、わからん。次に買う調理器具は次の料理に必要な調理器具を買います。僕自身 FTM です。ずっと応援しています。質問は、かなたくんのイベント企画は考えていますか？かなたくんに会えるイベントをするなら行きたいなと思います。ありがとうございます。 FTM の18歳、僕と同じトランスジェンダーの子ですね。18歳、やばい、10歳も違う。イベントはやりたいと思ってます。まあ今時期が時期だからね、いつできるかっていうのは正確には分かんないけど、今年中にはできたらなと思ってます。イベントするってなったらもちろん動画でお知らせするので、会いに来てくれると嬉しいです。何もやる気がない時ってどうやって乗り越えていますか？やる気がない時は何もやらない。もうね、やる気がない時に何やったってね、何にも進まないし、何にもかかんないのね、僕はね。で、時間にもし余裕があるんやったら、とことんサボってみてください。僕もね、これ学校の先生に教えてもらったんやけど、とことんサボったら、サボるのにも飽きるから。だから本当にね、まあ時間がないっていう方ももちろんいると思うんですけど、時間がある方は本当にとっくとんやる気がない時は何もしないでみてください。そしたら何もしないことに飽きるから、そしたら何かしたくなるから。僕も実際これやってみて本当に何もしないことに飽きちゃった。ぜひこれはね、僕的にはおすすめです。かなたくんが生きている上で大事にしていることとか譲れないものを教えてほしいです。私はこれから何を目標に生きていけばいいかわからん、思うことが多くて…かなたくんに聞いてみたいです。大事にしていることはやっぱもう自分らしく生きるってことですね。自分は自分だし他人は他人だから、割と違って当たり前だし、自分らしく生きていいんだと思います。ありのまま生きるっていうのが僕は大事にしてることかな。あと大事にしてるのは、僕は自分が大切やなって思う人がいるとするじゃないですか。その人にも家族とか友達とか、その人が思う大切な人っていてるわけやん。その大切な人も大事にできる人間でありたいなって思ってます。今僕がねお世話になってる人とかは、結構僕の大事な人を大事にしてくれてる人が多いなって思うんで、僕も同じようにしたいなって思ってます。コメントするのが3日後になっても読んでもらえるのかな、遅すぎですか、闘病中で遅れてしまうこともあるので…読んでもらえたら嬉しいです。あ、闘病中なんですね。お体が回復することを願っております。コメントなんですけど、3日後でも全然大丈夫です。僕常にコメント読んでるんで、全動画のコメントを一覧で見れるんですよ。だからそこで見てるんで、どの動画にコメントしていただいても常に見てるんで、大体本当に読んでます。タトゥー増やしていきますか？増やすならどんなデザインがいいですか？
タトゥーはね今3箇所入ってるから、耳の裏と足首と脇下に入ってるから、とりあえず今んとこは考えてないです、でも入れたいなと思ったら入れるかもしれないですね。増やすならどんなデザインがいいか、増やすならなんだろうな、全然考えてない。なんかあこれ入れたいなって思うのがあったら入れるって感じなんで、今は全然思いつかんかな。はい、という感じで第1回カナタイムラジオいかがでしたでしょうか。皆様本当にたくさんの質問ありがとうございます。楽しいね、みんなの質問に答えるのってね。コメント欄見ててこんなこと気になるんやって思うことがすごいいっぱいあったからさ、これからもこんな感じで続けていけたらなと思います。第2回目もね近々開催したいと思いますので、質問コメントはこの動画のコメント欄にお願いします。これさ終わり方どうする、いつも通りだとちょっと面白くないよな。手でも振りますか。じゃあ次回もお楽しみに。またね。